はい、それじゃあパーティーを分割して、行きましょうというところですね。行きましょう。ただいまセーブ中です。セーブしてくれるんだ。よし、今日は宿に泊まって明日出発だ。わかりました。クラウンナイトが結構宿屋でテンション上がってるのにフォーミュラーをわかりましたってちょっと冷静にね。王子、厄介なことになりましたぞ。一体どうしたんだ、朝っぱらから。今宿屋のおかみから聞いたんですが、昨夜この宿に泥棒が入ってお金を盗まれてしまったそうです。それで宿に泊まっている客は犯人が捕まるまでこの宿にいてほしいとのことです。我々にも疑いがかかっているということが確かに。まあそりゃそうだな。やむをえん、フォーミュラ、君たちは先に行ってくれ。はあ、半分残ればいいってそれどういうことっすかみたいな。クラウンナイトだからみたいな感じなのかな。まあまあ一応名の知れてる舞台だから、まあ半分はいいですよみたいなね。我々は犯人が捕まるまでここに残る。わかりました。では我々は先に行かせてもらいますと。おっと、あ、イベント起きなかったっすね。ここじゃなかったと。まだでしたね。あのね、あ、フォーミュラーになっちゃってますね。ちょっと変える?マックスにしようか。まだでしたね。ただ、イベント起きたことに待ち、起きたことは起きたよねっていう。あれ?クラウンナイトは?いや、いてもいいのに。なるほど。これ泥棒入っちゃったからね。いや、大丈夫っす。大丈夫っす。まあまあまあ、行きましょう。クラウンナイトいないからな。私好みを、うん、はいはい、オッケーオッケー。じゃあ、どうするの?あー、アイルキは100枚だと。まあ、ゼタンの要塞ですよね。あー、そしたら、宿屋、あ、開かない。え、ちょ待って。ここでしたよね。夜になっちゃったからか。もう一回相談に来るといいみたいなことを言ってたけれども。じゃあ一回泊まりましょうか。ちょ、面倒っすけど。まあちょっと寂しくなったね。寂しくなったな、ちょっとな。ちょ、並び替えしようよ。まあそんなに変えても意味ない気がするけど。まあ泊まって。これでまたね、宿屋がね、お金盗まれるっていうね。フォーミュラ舞台に犯人がいたっていう。オッケー。いや、お前のせいで犯人にされそうです。ほうじゃねえんだよ。ほうじゃねえんだよ。ついに行かれるか。ならば、お主たちはここから北西に向かい、眠りの森を西に抜けたところにある祠を抜けて、ゼランの要塞を後ろから攻めるが良いじゃろう。長い長い。北西に向かって眠りの森を西に抜けたところにある。もう一回読んでるだけ。まあ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 、簡単にはたどり着けん情報集め、その情報が欲しいのよ。で、眠りの森って言ってたんで、あ、持ってないっすね。早速振り分け失敗しましたね。まあまあまあ、試運転みたいなことも兼ねて戦いましょうか。おっと、あ、やばいやばいやばい、こいつやばい、こいつやばい、こいつやばい気がする。なんかね、カードダスでは雑魚なんですけど、クソ雑魚なんだけど、なんかね、痛恨の一撃をかまして、おわ、来た来た来た、早速来た。おい、プラチナさん、やばい。うわ、うわ。やば。痛恨率が半端ないっていうね。で、仲間も呼ぶっていうね。なかなかだ、なかなかだな、お前ら。危ない、危ない。あ、でも、金結構持ってるっていう。まあ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 。傷薬、空きがないね。まあ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 、いいっす、いいっす。多分昼間は取れないと思うんですよね。
おっとエビル S S A A とかがまずよくわかんない。あーまあ靴安定してるわ、安定してるわ。ちょっと夜になるの待ちましょう。よし、この野郎と。フォーミュラとプラチナロードの攻撃でガンダム、まあ、マーク2一体行くか行かないかぐらいの勢いかな。 OK、 一斉って一斉でいいんですよ、みんなが攻撃するっていう。確かね、ただこれね、素早さがね平均になっちゃうから、あの敵が先に攻撃することもこんなこともあると。で、あとね、この攻撃外す、まあこれ通常攻撃なんで外すこともあると。外したら最悪っていうね。これアイテム持てないから、傷薬さん、あれさっき傷薬あれ2つ使わなかったっけ。毒消し、まあ毒消しでいいでしょう。捨てましょう。これで OK、 行こう。これ持って北西に向かいっつってたよね。奇襲押し、おーいいね。おー出た、スプラッシュゴールド。久々に読んであげた。いや弱いよー。おお強えな、強えな、結構強えなこれな。急降下攻撃、あーちょっと怒ったフォーミュラ強い。急降下攻撃、そんなもんやってくると。あ、全然こっちの方が金持ってますな。あー怖い、頼れるのマーク2だけだから。ここか、北西。うわー、ちょっともうこれ気合でいいっすか。あ、やばいやばいやばい、しくったしくった。全員気合で行った方がいい、やっぱり今まで通り。ちょっとね、うわーほら、ちょっと調子に乗ってる。あーでもマーク2は大丈夫だと。隊列は大丈夫。ちょっと待って、命令マーク2は大丈夫だから、これで行こう。くわー、これ倒せねえんじゃねえの、プラチナロード。あ、倒した、よかったよかった。流星弾とマーク2の攻撃で OK ですね。よしよし、確かここ、あ、ここっすね。眠り一回行ってみましょうか。あのね、ここがね、確か眠りの、おっといきなり弱いやつになって、眠りの森みたいな感じなんですよね。さっきガンタンク R 言ってましたっけ。もうガンタンク R って言っちゃってますけど、あのフードかぶったほーって言ってたやつ。こう入ると、これが眠りの森か。グーってもう寝てる。ああ危ない危ない、もう少しで寝入ってしまうところだった。外へ出よう、意外に冷静に。で、あれどうすんだってとこで、あそこに小屋があると。でそこで、なんだ、そうかそうか、じゃあ薬作ってやろうみたいな、賢者みたいな人がいるんですよね。それで、よし、これで大丈夫じゃんみたいな感じで。まあ、よくある RPG あるあるみたいな感じですね。ガンダリウム欲しいな。プラチナをね、もうちょい鍛えたいかな。おお、曲かっこいい。あい、これじゃよく見つけたのをすぐ作ってやるから、ちょっと待っとれよ。ほい、できたぞ。この薬は作りたてを飲まんと効き目がないんじゃ。まずい。贅沢抜かすな。薬は苦くてまずいもんじゃって、いきなり会話が始まったっていう。さあ、早く行くがよいになっちゃった。で、不眠草を持ってたから始まったんですよね。持ってなかったらなんか言ったんでしょうね。おお、あそこの森を通るには
不眠草、わしの作ったあの薬が必要じゃみたいなことを言ってくれると思うんですけどね。いきなり始まったっていうね。で、まあマーク2たちは飲んだと。で、これで入れると。そういうこと。そういうことですね。気合い入れていこう、もう。おお、プラチナやるじゃない。やるじゃない。まあ、バウゴイルさんは強いからね。3人だとちょっとな、やっぱりな。うん、寂しいな。うん、しゃあないしゃあない。行こう行こう、頑張ろう。回復はね、いっぱい持ってるんで。で、これどこ行くん？どんな感じ？こっちかな？で、なんか上が正解だから、下からぐるーって回っていくのが正解な気がする。夜になりますと。左かな？なんか違うな。上かな？あー、くそ。こっちも間違ってる可能性ある。うわー！びっくりしたー！おや？誰か倒れているぞ。おい、しっかりすんだ。うー、逃げなきゃ、むにゃむにゃ。あんたら誰だ？俺は確か宿かな。おい！おい！犯人。まさか。何じゃ、お前があの事件の犯人なのか。約眠いなぁ、みたいな。起きろ！お前のせいで仲間が困ってるんだぞ。は、ひょっとしてここは眠りの森？死ぬまでああ、そんなレベルの森っすか。お助けてくれ。正直にソドンの町に自首するというなら助けてやろう。いやいやいや、それは助けようよ、一応。それはここで一生寝るか。いやいや、怖い怖い怖い、マーク2。助けてくれ。ま、行けば自首する。一緒に行かない。おかしくない？待って、おかしくない？一緒に行かないって。え、ちょっとどうなったんだろう、ちょっと気になる。ちょっと行ってみていい？逆におかしくない？やってることおかしくない？え、これ私だけっすかね、なんかそう思ってるの。普通は街に行って、あ、こいつでした、犯人でしたっていうので、あ、めでたしめでたしみたいな感じになるじゃない？普通っていうか、まあゲームでもそうですし、実際そんなことが起こったら多分そういう流れになると思うのよね。一緒に行ってと。なんだったらこの道中危ないし、敵いるから。どうなったんだろう。一切変化なし。はい、変わらずと。一応止まっていきましょう。で、あそこでしっかり自首するんだぞって、森の入り口まで連れて行って、また逃がしたらどうすんのっていうね。まあ、ゲームだから、逆にゲームだからっていうのはあるけどね。だから街まで戻したら、このまた、ここ行くのめんどくさいでしょみたいな感じにしてくれたのかな。逆の逆って、一周回って普通みたいな。だ、街の往復めんどくさいでしょっていうね、多分配慮なのかなと思いましょう。だから、道は合ってたんですよね、多分ね。こう行って、何でしたっけ、北西、森抜けて西に行くみたいな感じでしたっけ。いや、せっかく戻ったんだからもう一回話聞いときゃよかったな。こう来て、あ、ここはもう一方通行というか右でしょ。これはさすがに違う。もう森はね、あんまりいい思い出ないんすよね。え、あ、左なんだ、これこっちなんだ。おお。何これ、怖くない？なんかこんなとこに一軒家あって、なんか地下に通じる階段、洞窟、そんなありますかね。なんか
ドラクエ6の下の世界か上の世界かでなんかそんなあるような気、オーガンダリウムあるような気はするけどね。ドラクエ、まあドラクエかな、一番印象に残るのは。船とかさ、空飛ぶ系の乗り物で初めて行ったところに小屋とかあるじゃん、よく。あ、これこっち小屋じゃねえんだ、洞窟になってる。んー、また敵が雑魚になってる。まあ、いや、これは普通に倒せる。でそこに変ななんか賢者、また賢者みたいのがいて、また後になったらここに来るがよいとかさ、迷ったらここに来るがよいとか、後々のイベントで使う。あんた誰だ、おおおお、何、地面が突然崩れた、落ちる、え、すごいイベント、ピュンピュンじゃねえんだよピュンで済ますなあ、もうこれ交代のお時間なんだ、ピューンって。お客様、大変ご迷惑をおかけしました、お代は結構ですから。犯人が捕まったのか。ええ、フォーミュラさんが犯人を説得して自首させてくださったそうですよ。そうですよって、お前当事者だろ。オッケー、フォーミュラたちがなかなか味なことを。え、何かおっしゃいましたかいや、ちょっといろいろおかしい、いろいろおかしい。あの、おかしいって、可能を笑う方のね。可能です。笑うって書いておかしい。いや、なんでこっから出ると夜になってんだよ、これ。また止まらせる作戦か、この野郎。値上がりしてんじゃねえか。あ、ちげえか。4人だからか。あ、それは大丈夫。おかみさん、ちょっと値上がりさせたのかと思っちゃった。一人、そういえばそうでしたね。よし。おかみさん、ラナルータ使えるんじゃないの？ういーと。ほうじゃねえんだよ、だから。お主たちはワープの谷を抜けて要塞の正面から攻めるのだと。そのワープの谷を抜けるのに必要なものじゃ。あ、これですね、銀の円盤。これが、おっと、そっか、レッドウォーディアが新しく入ったから持ち物ゼロ。銀の円盤があると、正面から行けると。ちょっと何言ってるかよくわかんないですけどね、銀の円盤。あ、そうか、金、あ、そうか、金貨が半分になったのか、多分な。あ、傷薬でよかったかな、ちょっとしくったな。大丈夫っす。いやー、地震起こって地面落ちるとか、いや、結構本当にイベントちょいちょいあるね、ちょいちょいあるな。ガンダリウムはもうないん、リウム？ナイズだな。じゃあまあ、あ、対列。いやー、微妙だな。微妙っすね、これは。ちょっとレッドウォーディア見ます？お、プラス4、プラス4で123。防御が76だと。くっそ弱くない？って思いますよね。まあ弱いんすよ、基本弱いんすけど、これレッドウォーディア、あ、対立じゃねえや、弱いんすけど、これ右手縦、まあプラスは右手縦持ってないと、もう両手、左手にローズソーンっていう、これ武器なんですよね。でレッドウォーディアは連続攻撃ができると、両方持ってるんでね。両方っていうか、二刀流です。いわゆる。なので、まあ、通常攻撃を行って、最後に気合が出るような形でいくと、なかなか強い、それは。お、いきなり出したね。だって、この後も通常攻撃出る。ほら、出て、そこそこダメージ与えられると。やばい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 、
防御は神ですね。もう神ですね。おお、男子めっちゃ気合入ってるじゃん。めっちゃ気合入ってる。いいね。いいじゃない。100超えだけどね、ダメージ。いいじゃない。買ったやつを早速使うと。一番順調。自分の身は自分で守る。で、ここが勝手にワープする。やばい、やばい。これやばいぞ。おー、危ね。こっち防御なんありかな、これな。防御なんありですね、これは。全然これダンシングしてる感がないんだよね、ダンシングローズって。プレッシャーバーストはすんごいプレッシャーなバーストでしょ。こっち防御力やばいね。ちょっとそこなんとかしないとですな。ここか。ここに行くとワープするんですよ。まあ正解わからないんで適当に行きます。これ正解ルートですね。多分左っすよ、正解これ。全然正解じゃない。で、ここを、不眠セダンの予選のとこで、ね。違う、ソドンの町に。ソドンとゼダンが似てるから。上正解だったっぽいよね。で、こう来て、左がダメだったか、右か。左が正解ですよって言っといて、全然違うじゃねえかっていう。で、途中、おっと、ジャベリンガザ。いや、もうちょっと気合でいこうぜ。もうこれ気合安定でいこう。ああ。さっきみたいな100ダメージとか食らって、まあ、こいつはそこまで強くないと思うんですけど、変にダメージ食らってね、ヘロヘロになっちゃうのも嫌なんで。で、めっちゃ経験値もらえる。すげえ。デナンゾン超えてない？あれ？あれ？ちょ待って。こう来てこう、じゃあ下ってこと？こいつは弱い。このね、途中に小屋とか小屋があって、そこで、そこ鍛冶屋なんですよ。そこの鍛冶屋がね、もう全部鍛えられる鍛冶屋だったと思います。確か。プラス9までできるっていう。あ、ここす。だったかな。ん？あ、ここだここだ。こっちが正解だ。体覚えてるわ、これ。体っていうかなんか視覚で覚えてる。これが正解だ。で、だいたいね、私のね、今までの実況を見ていただけるとわかると思うんですけど、こういう場合はだいたい正解じゃない確率がもう7、8割方ですよね。そこは許してください、本当に。マジで。何が覚え、なんかさ、覚えてるんだけど、お、抜けたんじゃない？ほら、来たでしょ。正解、これ正解。で、上がね、さっき言った鍛冶屋。鍛冶屋に行くルートもあるんですけど、全然覚えてないと。お、ゼダン、来ましたね、もう。夜になると、子供たちがそこの空き家に集まって、何か相談しているみたいなんだ。町の名前、あ、ゼダン出たか。ここじゃねえし、ちげえじゃねえか。どこだよ、そこって。そこないだろ。あれか。この子たちかな？秘密、かわいい。大人って弱虫なんだ。ザビロニア兵が怖くて外に出られないわ。あー、何か相談してるみたい。いや。弱虫なんだろうね、多分子供から見ると。でもそれはね、君を守るためなんだよ多分。難しいよね。あ、ここか。めっちゃ守ってる。大人は入っちゃダメっていう。ここから先はゼタニの要塞ですよ。まあ怖いよね、そんなところに村があって。子供たちが無茶をしなければよいが、大人には内緒。なんか企んでますね。悪い時代に生まれてきてしまった。違うんだよな、それは違うんだ。まあまあ、
いや、村長さんさ、村長さんがそれじゃちょっと子供もそうなっちゃうよ。ちょっともうちょっとさ、気合い入れるような村長で行こうぜ。おきゃ、メガウォーター。あった、バイオミミズ。来たよ、バイオミミズさん。そしたらこれバイオミミズをプラスあたりに持たしておくか。手紙？なんだ手紙って。あ、あれか。あぶねえ。これ、手紙さ、あぶねえな。チェスターの街の人に届けるやつでしょ、これ。ちょ、あ、まあでも、いけるからいいのか。もう一人で解決してる。で、メガクォーター買わないっていう。じゃあ夜にしましょうか。この人話した？ああ、無茶をしなければいいか。夜にしましょう。じゃあ、ちょうどいいんで、夜にして、次の動画を始めたいと思います。動画の移動お願いします。